イエス・キリストの皆をおめでとうございます。おはようございます。インターネットで配信された皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。フェイスシールドあるので、マスクを取らせていただきます。今日は、マルコの福音書11章24節、今司会者の方に読んでいただいたところですが、ここはだいたい22節から25節までをで一緒に話すんですね。あそこに、ね、言葉ありますけど、で22節の神を信じなさいっていうのを今年、うちは西暦で始まるわけじゃないんですけども、一応1月1日の特別礼拝の時にお話したと思うんですけども、でも今日はですね、24節のこの祈り、あなた方のです、祈って求めるものは何でも捨て抜けたと信じなさい、そうすればその通りになります。こう祈りのこの24節のことを語るように言われましたので、いつもはこの伝言のこともお話しするんですけども、今日この24節に集中して学んでいきたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。それでは賛美の時をお待ちしたいと思います。これに入ってる、入ってるかな、入ってる、入ってる、何も入ってなかったんだけど、一応の時は。それでは、最初詩編ですね。詩編を賛美したいと思います。76編、76番の126編ですね。それじゃあ、私の方は私が座ったまでも結構ですから、心から主を礼拝しましょう。よろしくお願いします。主がシオンの繁栄をもと通りに去られた時、私たちは夢を見ているもののようであった。その時私たちの口は笑いで満たされ、私たちの舌は喜びの叫びで満たされた。その時国々の間で人々は言った、主は彼らのために大いなることをなされた。私たちのために大いなることをなされ、私たちは喜んだ。主よね、気分の流れのように、私たちの繁栄をもとどおりにください。涙とともに種をまく者は喜び叫びながら、刈り取る種入れを抱え泣きながら出て行く者は、束を抱え喜び叫びながら帰ってくる。賛美できるようになってきましたね。感謝します。それではドントワリーですね、お願いします。ドントワリー、ドントワリー、思いはずらわなくていい。ドントワリー、Don't worry、 心配一切いらない。あなたを心配し思い煩いをすべて引き受けてくれる方がいるから。 Don't worry、 Don't worry、 思い煩わなくていい。 Don't worry、Don't worry、
思い煩いよバイバイ Don't worry, don't worry 思い煩わなくていい Don't worry, don't worry 心配一切いらないあなたを心配し思い煩いをすべて引き受けてくれる方がいるから Don't worry, don't worry 思い煩わなくていい Don't worry, don't worry 思い煩いよバイバイ Don't worry, don't worry 思い煩わなくていい Don't worry, don't worry思い煩いよバイバイ思い煩いよバイバイ思い煩いよバイバイハレルヤー24番ですね主イエスと共によみがえった上にあるものを求め続けよそこには主が神の右に座を占めておられる地上のものを思わず天にあるものを思い栄光から栄光へと主の似姿に変えられてゆくキリストを知る素晴らしさゆえすべてのものは散りあくた神の栄冠目指して進み走り続けよ国籍は天にあり永遠の報い受ける古きものは過ぎ去って身よすべてが新しくなる2番キリストを知る素晴らしさゆえすべてのものは散りあくた神の栄冠目指して進み走り続けよ国籍は天にあり永遠の報い受ける古きものは過ぎ去って身よすべてが新しくなる国籍は天にあり永遠の報い受ける古きものは過ぎ去って身よすべてが新しくなる身よすべてが新しくなるワシピュー Thank you.
たの御前に心を注ぎ出し、朝ごとに夕ごとにあなたを褒め歌う。ハレルヤ、ハレルヤ、あなたに捧げます賛美と誉れ。栄光力はとこしえに主のもの。あなたの御前に心を注ぎ出し、朝ごとに夕ごとにあなたを褒め歌う。ハレルヤ、ハレルヤ、あなたに捧げます賛美と誉れ。栄光力はとこしえに主のもの。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、あなたに捧げます賛美と誉れ。栄光力はとこしえに主のもの、とこしえに主のもの。あれれ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 私の手を伸ばしていこうと主は仰います。私に手の届かないところなどありません。愛する子よ、どんなに離れていても大丈夫です。もっと大胆に、そしてもっと真剣に私に求めなさい。私は時間と場所を超え、私の御手を伸ばし、愛と恵み、奇跡と栄光を表す神であると主は仰います。私は具体的に癒し直していこう。私は具体的に答え備えていこう。道を開き、あなたの祈りに非常に具体的に応えていこう。もっと大胆に、もっと大胆に求めなさい。諦めてはいけません。確かに忍耐の季節がありますが、問いが来るとき、次々に応えられ始めてくると主は仰います。そしてその時が来始めていることを覚えなさい。愛する子よ、祈りの手を挙げ続けなさいと主は仰います。このほんのしばらくの忍耐を完全に働かせていきなさいと主は言われます。この冬が来て春が来るように、そして季節はすべてのものに例外なく来るように、このあなたの人生にも新しいことが始まっていると主は言われます。あなたの祈った一つ一つの事柄は天に届いています。私は耳を澄まして聞いていると主は言われます。私の答えはあなたの思った通りにはならないことがありますが、私は祭殿と祭香をあなたに与えることを覚えなさい。私はあなたに聞いており、そしてあなたに答えたことがある、また語ったことがある。その言葉をしっかりと受け取って受けたと信じなさい。その言葉をしっかりと受け取って信仰の歩みを開始しなさい。その時私の言葉が具体的に成就し、具体的に答えが与えられてくると主は仰せられます。確かに忍耐という時を通りますが、忍耐のための忍耐などありません。忍耐の時が終わり、成就の時、答えられる時が来る。それが来始めています。もっとあなたの信仰を働かせなさい。私は約束したことを必ず果たす神であると主は仰せられます。主はあなたに信頼します。36番。主よ
待します。とこしえにあなたを見上げて、主よあなたは今良いことをなされますから、委ね今祈る。主よあなたに信頼します。とこしえにあなたを見上げて、主よあなたは今良いことをなされますから、委ね今祈る。委ね今祈る。愛する天のお父様、主イエスキリストの皆を褒めたたえます。聖霊様、ありがとうございます。ご臨在を感謝いたします。予言の言葉をありがとうございます。今日この第二礼拝メインサービスに問われたお一人お一人を心からありがとうございます。インターネットを依頼されているお一人お一人を心から感謝いたします。長崎エレサム教会の新牧師であるあなたが牧会してくださっている、日本中世界中にいるおびただしいあなたの民をありがとうございます。今から御言葉に行こうとしております。聖霊様、どうぞ御言葉を通して私に語り、豊かに導いてください。励ましを与え、慰めを与え、希望を与え、信仰を養ってくださって、あなたが手を添えている素晴らしいものを共に受けていくことができるように力強く導いてください。語るものも聞くものも減り下ります。主を語ってくださり、神の言葉によって私たちを生かしてくださり、喜びと精霊で満たしてください。信じます。感謝します。ありがとうございます。イエス様、あなたを心から愛します。礼拝いたします。褒めたたえます。イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。主に感謝しましょう。